本日はですね、23歳女性ですね、身長が154センチで体重は54キロの方の二の腕、全周、肩、肩甲骨横、頭上部、腹乳ですねのレーザー併用のアキレス腱脂肪吸引をやっていきたいと思います。この方はですね、中学生ぐらいの時からずっとこの二の腕の振り袖とか背中横ですね、背中横っていうのはここですね、この肩甲骨横のところ、ここにするとつまめるところ、ここがとても気になってるってことで、今回ですね、二の腕の脂肪吸引と肩甲骨横、あとは正面から見かけてのこの腹乳ですね、両方の脂肪吸引をご希望されました。で、昔は中学生ぐらいの時にバスケットボールやってたってことで、バスケットボールをやめてからはやっぱり筋肉が脂肪になったりとか、あとはやっぱりその昔は気にならなかったところがすごく気になってくるってことで、今回ですねご相談にいらっしゃいました。以前ですね、すごいスポーツをやってた方っていうのはとても多くて、スポーツをやっていたけども、スポーツをやめた後ですね、今まで気になってなかったところがとても気になる方もとても多いですので、スポーツをやめた方でも気軽に相談していただければいいのかなと思います。そしたらですね、まずはレーザーをかけて脂肪をほぐしていきたいと思います。まずはじめにレーザー波をかけているのですが、レーザーとは超音波のことです。超音波で脂肪を破壊しているのです。実はこの超音波ですが、歯医者の治療でも使われているんです。歯医者さんに行った時に歯石を取ったことがある経験をしたことがある方はわかるかもしれませんが、歯医者では超音波スケラーという器具を使って歯にくっついた大量の歯石を取っていくのです。超音波スケラーを使うメリットとしては、歯石が大量に付着している場合、取るのがとても簡単なことと、施術する時間が短くなることです。そして歯石が歯茎の深いところにあってもきれいに歯石を取ることができますし、なんといっても歯の治療を受ける患者さんの負担が少なくなるということです。歯の治療を受ける上でも痛みが抑えられた上に手術時間が短かったらとても嬉しいですよね。脂肪吸引を行う時のレーザーもこれと全く同じで、レーザーをかけることで脂肪をほぐして溶かした状態で吸引することで施術時間の短縮にもつながりますし、ダウンタイムを抑えることが可能になるのです。それではですね、早速吸引していきたいと思います。先ほどレーザーで溶かした脂肪をアキレス腱の吸引管を使って脂肪を吸引していっております。この症例写真のお客様は二の腕全周、肩、肩甲骨横のレーザー併用のアキレス腱脂肪吸引をされておりますが、しっかりと肩甲骨横の部分のお肉がなくなっているのがわかるのかと思います。肩甲骨横の脂肪は二の腕の脂肪と比べても特に硬いですが、アキレス腱の吸引管は振動するタイプのデバイスですので、脂肪除去率を最大限まで高めることが可能になりまして、とてもおすすめです。この症例写真のお客様は 900ml の脂肪を吸引することができましたが、脂肪を吸引できる量に関しましては、身長や体重、もともとのついている脂肪の量によって異なってきますので、個人差があるかと思います。脂肪吸引の手術で大切なのは吸引量ではなくて変化率や仕上がりになってきます。なので、どのくらいの量の脂肪を吸引できたのかだけではなくて、どのくらいしっかりと変化することができたのかも含めて参考にしていただければと思います。今ですね、合計だいたい 500cc ぐらいですかね、500cc ぐらいの脂肪を吸引できております。身長は154センチで、体重は54キロぐらいなので、このぐらいが裏面だと妥当かなと思います。で、今からですね、表面ですね、この二の腕の表側とこの腹乳ですね、腹乳っていうのはこの脇ですね、ここですね、胸上部、ここですね、ここがもっこり入っている方とても多くて、気になる方とても多いんですけども、ここのところをしっかりとやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、もうレーザー波かけ終わってますので、しっかりとですね、吸引していきたいと思います。アキレス腱脂肪吸引の最大のメリットは、最もダウンタイムを抑えることができるということでもあります。アキレス腱の吸引管を使うことで、無理な力を加えずに脂肪を吸引できますので、手術後の内出血やむくみの面でも他の吸引器を使うよりも回復は早いかと思います。レーザー併用のアピーフィル脂肪吸引のリアルなダウンタイムに関してはこのチャンネルの他の動画でも解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。アピーフィルの機械だとここの細かいところですね。この細かいところまでしっかりとこの振動するデバイスで吸えますので、とてもいいのかなと思います。今吸引している部分は副乳の部分になりますが、ここの部分も大変人気な部位になってきます。二の腕の脂肪吸引をして、二の腕の振り袖部分や肩の部分はとてもすっきりしたけれども、ノースリーブやタンクトップを着るときに副乳の部分が気になるとのことで、副乳の部分だけ後から脂肪吸引をされる方もいらっしゃいます。副乳の部分を脂肪吸引をすると、正面から見た時のぷっくりとした感じも改善できますので、もし気になっている方がいましたら、二の腕の脂肪吸引と同じタイミングで行うとダウンタイムを1回で済みますので、良いかと思います。これですね、しっかりと吸引しながら、このお胸のところを吸引しないように、この細かいところまでしっかりと吸引するように心がけて行っています。副乳の部分を脂肪吸引をしたリアルな経過や感想はこちらの動画でも詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。副乳の部分の脂肪吸引をした他の症例写真に関しましても、インスタグラムでたくさんご紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。胸の表側とこの副乳の部分ですね、そこの部分が 100cc ほど取れましたので、今回ですね、二の腕の全周と肩と肩甲骨横とこの副乳ですね、600cc の脂肪を吸引することができました。今回の方みたいにですね、そのもちろん二の腕のこの脇肉とかこの付け根のはみ肉ですねが気になっている方も、人によってどこが気になるかっていうのはとても違ってくると思いますので、自分が気になっているところをまずカウンセリングで教えていただければと思いますし、どこの部分を一緒にやることで、よりバランスよく綺麗な体に仕上げることができるかっていうのはアドバイスできますので、ぜひ相談していただければと思います。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問ありましたらコメントしていただけるととっても嬉しいです。それではまた。